カチカチ山。カチカチ山の物語における、ウサギは少女。そうして、あの惨めな敗北を喫するタヌキは、そのウサギの少女を恋している男、武男これはもう、疑いを入れぬ、厳然たる事実のように、私には思われる。これは、甲州。 富士五湖の一つの川口湖畔。今の船津の裏山あたりで行われた事件であるという。甲州の人情は荒っぽい。そのせいか、この物語も他のおとぎ話に比べて、幾分荒っぽくできている。第一、どうも物語の発端からして酷だ。ババジルなんてのはひどい。 おどけにもシャレにもなってやしない。たぬきもつまらないいたずらをしたものである。縁の下にばあさんの骨が散らばっていたなんて段に至るとまさに陰酸の極度であって、いわゆる自動読み物としては、いかんながら発売禁止の浮き目にあわざるを得ないところであろう。原稿発行せられているカチカチ山の絵本は、それゆえ、 タヌキがばあさんに怪我をさせて逃げた、なんて具合に懸命にごまかしているようである。それはまあ、発売禁止も避けられるし、大いによろしいことであろうが、しかし、たったそれだけのいたずらに対する懲罰としては、どうも、うさぎの仕打ちは必要すぎる。一撃のもとに倒すというような、殺走たるあだ打ちではない。 生殺しにして、なぶって、なぶっ,って、そうして最後は、泥舟でブクブクである。その手段は、1から10まで、奇形である。これは、日本の武士道の作法ではない。しかし、タヌキが、ババジルなどという悪どい差術を行ったのならば、その変貌として、 それくらいの執要の痛ぶりを受けるのは、いた方のないところでもあろうと、がてんのいかないこともないのであるが、童心に与える影響、並びに、発売禁止の恐れを考慮して、狸が、単に、ばあさんに怪我をさせて逃げた罰として、ウサギから、あのような数々の恥辱と、苦痛と、やがて武帝祭極まる歴史とを与えられるのは、いささか、不当のようにも思われる。 もともとこの狸は何の罪とがもなく山でのんびり遊んでいたのをじいさんに捕らえられそうして狸汁にされるという絶望的な運命に到達しそれでも何とかして一条の結露を切り開きたくもがき苦しみ給与の策として婆さんを欺き休死に一生を得たのであるババ汁なんかを企んだのは大いに悪いが しかし、この頃の絵本のように、逃げるついでに婆さんをひっかいて怪我させたくらいのことは、タヌキもその時は必死の努力で、いわば正当防衛のために無我夢中であがいて、意識せずに婆さんに怪我を与えたのかもしれないし、それはそんなに憎むべき罪でもないように思われる。私の家の五歳の娘は、 気量も父に似てすこぶるまずいが、頭脳もまた不幸にも父に似て変なところがあるようだ。私が防空壕の中でこのカチカチ山の絵本を読んであったら、たぬきさん、かわいそうね。と、意外なことを口走った。もっとも、この娘のかわいそうは、 この頃の彼女の一つ覚えで何を見てもかわいそうを連発し、もって子に甘い母の称賛を得ようという下心が露骨に見えすいているのであるから格別驚くには当たらない。あるいはこの子は父に連れられて近所の井の頭動物園に行った時、檻の中を絶えずちょこちょこ歩き回っているタヌキの一群を眺め愛すべき動物であると思い込み、 それゆえ、このカチカチ山の物語においても、理由の遺憾を問わず、狸にひいしていたのかもしれない。いずれにしても、我が家の小さい同情者の弦は、あまり当てにならない。思想の根拠が薄弱である。同情の理由が、朦朧としている。土台、何も問題にする価値がない。 しかし私は、その娘の無責任極まる方言を聞いて、ある暗示を与えられた。この子は、何も知らずにただ、この頃覚えた言葉をでたらめに呟いただけのことであるが、しかし、父はその言葉によって、なるほど。これでは少し、うさぎの仕打ちがひどすぎる。こんな小さい子供たちなら、まあ、なんとか言ってごまかせるけれども、 もっと大きい子供で、武士道とか、正々堂々とかの観念をすでに教育せられている者には、このうさぎの懲罰は、いわゆる、やり方が汚い、と思われはせぬか。これは問題だ。と、愚かな父は、眉をひそめたというわけである。この頃の絵本のように、たぬきが、ばあさんに、 単なる引っかき傷を与えたくらいで、このようにウサギに意地悪く翻弄せられ、背中は焼かれ、その焼かれた箇所には唐辛子を塗られ、あげくの果てには泥舟に乗せられて殺されるという悲惨の運命に立ち至るという筋書きでは、国民学校に通っているほどの子供ならば、すぐに不信を抱くであろうことはもちろん、ヨシタヌキがフラチナ、ババジルなどを試みたとしても、 なぜ正々堂々と名乗りを上げて、彼に幼鳥の人たちを加えなかったか。うさぎが非力であるから、などは、この場合、弁解にならない。あだうちは、すべからく、正々堂々たるべきである。神は、正義に味方する。叶わぬまでも、天中と一声叫んで、真正面から踊りかかっていくべきである。 あまりにも腕前の差がひどかったならば、その時には、餓心昇丹、倉馬山にでも入って、一心に剣術の修行をすることだ。昔から、日本の偉い人たちは、大抵それをやっている。いかなる事情があろうと、奇形を用いて、しかも、殴り殺しにするなどというあだうち物語は、日本にまだないようだ。 それをこのカチカチ山ばかりは、どうも、そのあだうちの仕方がかんばしくない。土台、男らしくないじゃないか。と、子供でも、また大人でも、いやしくも正義に憧れている人間ならば、誰でも、これについては、いささか、不快の情を覚えるのではあるまいか。安心したまえ。私もそれについて、 考えた。そうして、うさぎのやり方が男らしくないのは、それは当然だということが分かった。このうさぎは男じゃないんだ。それは確かだ。このうさぎは16歳の少女だ。未だ何も色気はないが、しかし美人だ。そうして、人間のうちで最も残酷なのは、 えてして、このたちの女性である。ギリシャ神話には美しい女神がたくさん出てくるが、その中でも、ヴィーナスを除いては、アルテミスという処女神が最も魅力ある女神とせられているようだ。ご承知のように、アルテミスは月の女神で、額には青白い三日月が輝き、そうして、貧章で、キカ抜きで、 一口で言えば、アポロンをそのまま女にしたような神である。そうして、下界の恐ろしい猛獣は全部この女神の家来である。けれどもその死体は決して荒くれて頑丈な大女ではない。むしろ小柄で、ほっそりとして、手足もキャシャで可愛く、ぞっとするほど、 怪しく美しい顔をしているが、しかし、ヴィーナスのような女らしさがなく、乳房も小さい。気に入らぬ者には、平気で残酷なことをする。自分の水浴びしているところを覗き見した男に、さっと水をぶっかけて、鹿にしてしまったことさえある。水浴びの姿をちらと見ただけでも、そんなに怒るのである。 手なんか握られたら、どんなにひどい仕返しをするかわからない。こんな女に惚れたら、男は、惨憺たる大地獄を受けるに決まっている。けれども男は、それも、愚鈍の男ほど、こんな、危険な女性に惚れ込みやすいものである。そうしてその結果は、大抵、決まっているのである。 疑う者は、この気の毒な狸を見るがよい。狸は、そのようなアルテミス型のギの少女に、かねて密かに死母の情を寄せていたのだ。うさぎが、このアルテミス型の少女だったと規定すると、あのきが、ババジルか、ひっかき傷か、いずれの罪を犯した場合でも、その懲罰が、変にいじくね悪く、そうして、 男らしくないのが当然だと、ため息とともに思考せられなければならぬわけである。しかも、このタヌキタルや、アルテミス型の少女に惚れる男のご多分に漏れず、タヌキ仲間でも封鎖上がらず、ただだんだんとして、愚鈍退職の野暮天であったというにおいては、その悲惨の成り行きは、推するに余りがある。タヌキはじいさんに捕らえられ、 もう少しのところで、たぬき汁にされるところであったが、あのうさぎの少女に一目また会いたくて、大いにあがいて、やっと逃れて山へ帰り、ぶつぶつ何か言いながら、うろうろうさぎを探し歩き、やっと見つけて。喜んでくれ、俺は命拾いをしたぞ。じいさんの留守を狙って、あの婆さんを、えいとばかりにやっつけて逃げてきた。俺は運の強い男さ。 と、得意満面。この度の大悪難突破の次第を、椿を飛ばし散らしながら物語る。うさぎは、ぴょんと飛びしりぞいて椿を避け、ふんといったような顔つきで話を聞き。何も私が喜ぶわけはないじゃないの。汚いわよ、そんなに椿を飛ばして。それにあのじいさんとばあさんは、私のお友達よ知らなかったの そうか。と、タヌキは愕然として。知らなかった。勘弁してくれ。そうと知っていたら、俺はタヌキ汁にでも何にでもなってやったのに。と、しょんぼりする。今更そんなことを言ったってもう遅いわ。あのうちの庭先に、私が時々遊びに行って、そうして、美味しい柔らかな豆なんかごちそうになったのを、あなただって知ってたじゃないの。 それだのに知らなかったなんて嘘ついてひどいわ。あなたは私の敵よ。と、むごい宣告をする。うさぎにはもうこの時すでに狸に対してある種の復讐を加えてやろうという心が動いている。処女の怒りは辛辣である。ことにも、修悪な、どんなものに対しては容赦がない。 許してくれよ。俺は本当に知らなかったのだ。嘘なんかつかない。信じてくれよ。と、嫌にねばっこい口調で嘆願して、首を長く伸ばしてうなだれて見せて、そばに木の実が一つ落ちているのを見つけ、ひょいと拾って食べて、もっとないかとあたりをキョロキョロ見回しながら。本当にもう、お前にそんなに怒られると、俺はもう死にたくなるんだ。 何を言ってるの食べることばかり考えてるくせに。うさぎは、軽蔑し果てたというように、ツンと脇を向いてしまって、スケベの上に、また食い意地が汚いったらありゃしない。見逃してくれよ。俺は腹が減っているんだ。と、なおもその辺をうろうろ探し回りながら、まったく、 今の俺のこの心苦しさがお前に分かってもらえたらな。そばへ寄ってきちゃダメだって言ったら、臭いじゃないの。もっとあっちへ離れてよ。あなたはトカゲを食べたんだってね。私は聞いたわよ。それから、ああお菓子、うんこも食べたんだってね。まさか。と、タヌキは力弱く苦笑した。 それでもなぜだか、強く否定することの当たわざる様子で、さらにまた力弱く、まさかねえ。と、口を曲げて言うだけであった。上品ぶったってダメよ。あなたのその匂いは、ただの臭みじゃないんだから。と、ウサギは、平然と、手厳しい引導を渡して、それから不意と、別の、 何か素晴らしいことでも思いついたらしく、急に目を輝かせ、笑いを噛み殺しているような顔つきで、タヌキの方に向き直り。それじゃあね、今度一遍だけ、許してあげる。あれ、寄ってきちゃダメだっていうのに、油断も隙もなりやしない。よだれを拭いたらどう下顎がベロベロしてるじゃないの。落ち着いて、よくお聞き。 今度一遍だけは特別に許してあげるけれど、でも条件があるのよ。あのじいさんは今頃はきっとひどく落胆して山にしばかりに行く気力も何もなくなっているでしょうから、私たちはその代わりにしばかりに行ってあげましょうよ。一緒にお前も一緒に行くのかタヌキの小さい濁った目は、 寒気に燃えた。おいや嫌なものか今日これからすぐに行こうよ喜びのあまり声がしゃがれた。明日にしましょう。ね明日の朝早く。今日はあなたもお疲れでしょうし、それにお腹も空いているでしょうから。と、嫌に優しい。 ありがたい。俺は明日お弁当をたくさん作って持って行って、一心不乱に働いて、十貫目の芝を買って、そうしてじいさんの家へ届けてあげる。そうしたらお前は、俺をきっと許してくれるだろうな。仲良くしてくれるだろうな。くどいわね。その時のあなたの成績次第でね。もしかしたら仲良くしてあげるかもしれないわ。 ええへと、タヌキは、急にいやらしく笑い。その口が憎いや。苦労させるぜ、こんちきしょう俺は、もう。と言いかけて、はいよってきた大きい雲を素早くペロリと食べ。俺は、もう、どんなに嬉しいか。いっそ、男泣きに泣いてみたいくらいだ。と鼻をすすり、嘘泣きをした。 夏の朝はすがすがしい。川口湖の湖面は朝霧に覆われ、白く眼下に煙っている。山頂では、タヌキとウサギが朝露を全身に浴びながら、せっせと芝を飼っている。タヌキの働きぶりを見ると、一心不乱どころか、ほとんど半狂乱に近い浅ましいありである。 うーむ、うーむと大げさにうなりながら、めちゃくちゃに鎌を振り回して、時々あいたたたた、などと、聞こえよがしの悲鳴をあげ、ただもう、自分が、このように苦心惨憺しているというところを、うさぎに見てもらいたげの様子で、銃を無尽に荒れ狂う。ひとしきり、そのようにすさまじく暴れて、さすがにもうダメだ。 というような疲れきった顔つきをして鎌を投げ捨て。これ、見ろ。手にこんなに豆ができた。ああ、手がヒリヒリする。喉が渇く。お腹も空いた。とにかく大労働だったからな。ちょっと休息ということにしようじゃないか。お弁当でも開きましょうかね。うぅぅ。と、照れ隠しみたいに妙に笑って、 大きいお弁当箱を開く。ぐいと、その、石油缶ぐらいの大きさのお弁当箱に鼻先を突っ込んで、むしゃむしゃ、ガツガツ、ペッペッという騒々しい音を立てながら、それこそ、一心不乱に食べている。うさぎは、あっけに取られたような顔をして、しばかりの手を休め、ちょっとそのお弁当箱の中を覗いて、 と小さい叫びをあげ、両手で顔を覆った。なんだか知れぬが、そのお弁当箱には、すごいものが入っていたようである。けれども今日のうさぎは、何か内緒の思惑でもあるのか、いつものようにタヌキに向かって侮辱の言葉も吐かず、さっきから無言で、ただ技巧的な微笑を後編に漂わせて、せっせと芝を飼っているばかりで、 お調子に乗った狸の色々な筐体をも知らんふりして見逃してやっているのである。狸の大きいお弁当箱の中を覗いてぎょっとしたけれどもやはり何も言わず肩をキュッとすくめてまたもや芝刈りに取りかかる。狸はうさぎに今日はひどく寛大に扱われるのでただもうホクホクしてとうとうやっこさんも 俺の盛んなしばかり姿には惚れ直したかな俺のこの男らしさには参らぬ女もあるまいて、ああ、食った、眠くなった、どれ一眠り。などと、全く気を許してわがままいっぱいに振る舞い、ぐうぐう大いびきをかいて寝てしまった。眠りながらも、何のたわけた夢を見ているのか、惚れ薬ってのはあれはダメだぜ 聞かねえや。など、わけのわからぬ寝言を言い、目を覚ましたのはお昼近く。随分眠ったのね。と、うさぎは、やはり優しく。もう私も、芝を一束こしらえたから、これから背負って、じいさんの庭先まで持って行ってあげましょうよ。ああ、そうしよう。と、たぬきは、 大あくびしながら腕をポリポリかいて。やけにお腹がすいた。こうお腹がすくともうとても眠っていられるものじゃない。俺は敏感なんだ。と、もっともらしい顔でいい。どれ、それでは俺も買った芝を大急ぎで集めて下山としようか。お弁当ももう空になったし、この仕事を早く片付けて、 それからすぐに食べ物を探さなくちゃいけない。二人はそれぞれ買った芝を背負って、木戸に着く。あなた、先に歩いてよ。この辺には蛇がいるんで、私怖くて。蛇蛇なんて怖いもんか。見つけ次第俺が取って。食べる。と言いかけて口ごもり。 俺が取って、殺してやる。さあ、俺の後について来い。やっぱり男の人って、こんな時には頼もしいものね。おだてるなよ。と矢に下がり。今日はお前、馬鹿にしようらしいじゃないか。気味が悪いくらいだぜ。まさか、俺をこれからじいさんのところに連れて行って、たぬき汁にするわけじゃあるまいな。あははは、そいつばかりはごめんだぜ。 あら、そんなに変に疑うならもういいわよ。私が一人で行くわよ。いや、そんなわけじゃない。一緒に行くがね。俺は蛇だってなんだって、この世の中に怖いものなんかありゃしないが、どうもあのじいさんだけは苦手だ。たぬき汁にするなんて言いやがるから嫌だよ。土台下品じゃないか。少なくともいい趣味じゃないと思うよ。俺は、 あのじいさんの庭先の手前の一本榎のきのところまでこの芝を背負っていくから、あとはお前が運んでくれよ。俺はあそこで失敬しようと思うんだ。どうもあのじいさんの顔を見ると、俺は何とも言えず不愉快になる。おやなんだえあれは。変な音がするね。なんだろう。うお前にも聞こえないかなんだか、カチ 価値と音がする。当たり前じゃないの。ここはカチカチ山だもの。カチカチ山ここがかいええ。知らなかったのうん。知らなかった。この山にそんな名前があるとは今日まで知らなかったね。しかし変な名前だ。嘘じゃないかあら。だって山にはみんな名前があるものでしょ あれが富士山だし、あれが長尾山だし、あれが大室山だし、みんなに名前があるじゃないの。だから、この山はカチカチ山っていう名前なのよ。ねほら、カチカチって音が聞こえる。うん、聞こえる。しかし、変だな。今まで俺は一度も、この山でこんな音を聞いたことがない。この山で生まれて三十何年かになるけれども、こんな、まあ、 あなたはもうそんな歳なのこないだ私に十七だなんて教えたくせにひどいじゃないの。顔がしわくちゃで腰も少し曲がっているのに、十七とは変だと思っていたんだけど、それにしても二十も歳を隠しているとは思わなかったわ。それじゃあなたは四十近いんでしょまあ随分ね。いや、十七だ十七、十七なんだ。俺がこう腰をかがめて歩くのは、決して歳のせいじゃないんだ。 お腹が空いているから自然にこんな格好になるんだ。三十何年というのは、あれは俺の兄のことだよ。兄がいつもお口癖のようにそういうので、つい俺もうっかりあんなことを口走ってしまったんだ。つまり、ちょっと伝染したってわけさ。そんなわけなんだよ、君。老媒のあまり、君という言葉を使った。 そうですか。と、ウサギは冷静に。でもあなたにお兄さんがあるなんて初めて聞いたわ。あなたはいつか私に、俺は寂しいんだ。孤独なんだよ。親も兄弟もない。この孤独の寂しさが、お前わからんかねなんておっしゃってたじゃないの。あれは、どういうわけなのそう,そう、そう。と、たぬきは、 自分でも何を言っているのかわからなくなり。全く世の中はこれでなかなか複雑なものだからね。そんなに一概にはいかないよ。兄があったりいなかったり。まるで意味がないじゃないの。と、うさぎもさすがに呆れ果て。めちゃくちゃね。うーん、実はね、兄は一人あるんだ。これは言うのも辛いが、 飲んだくれのならず者でね。俺はもう恥ずかしくて面目なくて、生まれて三十何年間、いや、兄がだよ。兄が生まれて三十何年間というもの、この俺に迷惑のかけ通しさ。それも変ね。十七の人が三十何年間も迷惑をかけられたなんて。たぬきはもう聞こえぬふりして。 世の中には一口で言えないことが多いよ。今じゃもう、俺の方からあれはないものと思って感動して、おや変だね。気なくさい。お前、何ともないかいいえ。そうかね。タヌキはいつも臭いものを食べつけているので、鼻には自信がない。懸念な面持ちで首をひねり、 気のせいかなあ。あれあれなんだか火が燃えているようなパチパチボーボーって音がするじゃないか。それはそのはずよ。ここはパチパチのボーボー山だもの。嘘つけ。お前はついさっきここはカチカチ山だって言ったくせに。そうよ。同じ山でも場所によって名前が違うのよ。富士山の中腹にも小富士という山があるし。 それから、大室山だって、長尾山だって、みんな富士山と続いている山じゃないの。知らなかったのうん、知らなかった。そうかな。ここがパチパチの坊坊山とは、俺が三十何年間、いや、兄の話によれば、ここはただの裏山だったが、いや、これは、馬鹿に暖かくなってきた。地震でも起こるんじゃねえだろうか。 なんだか今日は薄気味の悪い日だ。いやーこれは、ひどく暑い。きゃあ、あちゅちちち。ひでえ、あちゅちちち。助けてくれ。芝が燃えてる。あちゅちちちち。そのあくる日。たぬきは自分の穴の奥にこもってうなり。ああ、苦しい。 いよいよ俺も死ぬかもしれねえ。思えば、俺ほど不幸せな男はない。生中に男ぶりが少しよく生まれてきたばかりに、女どもが帰って遠慮して俺に近寄らない。一体に、どうも上品に見える男は損だ。俺を女嫌いかと思っているのかもしれねえ。なあに、俺だって決して成人じゃない。女は好きさ。 それだのに、女は俺を、高媒な理想主義者だと思っているらしく、なかなか誘惑してくれない。こうなればいっそ、大声で叫んで走り狂いたい。俺は、女が、好きなんだー。ああ、痛い痛いて。どうもこの火傷というものは始末が悪い。ズキズキ痛む。やっと狸汁から逃れたかと思うと、今度は、 わけのわからねえ、ぼうぼう山とか言うのに足を踏み込んだのが運の月だ。あの山は、つまらねえ山であった。芝がぼうぼう燃え上がるんだからひどい。三十何年。と言いかけて、あたりをぎょろりと見回し。何を隠そう。俺は今年三十七さ。<laughs> 悪いか。もう三年経てば四十だ。わかりきったことだ。 理の当然というものだ。見ればわかるじゃないか。ああい、たたたたた。それにしても、俺が生まれてから三十七年間、あの裏山で遊んで育ってきたのだが、ついぞ一度もあんな変な目に遭ったことがない。カチカチ山だの、ボーボー山だの、名前からして妙にできてる。果て不思議だ。と、我と我が頭を殴りつけて、 思案にくれた。その時、表で行商の呼び売りの声がする。千金口はいかがやけど切り傷色黒に悩む方はいないかたぬきは、やけど切り傷よりも、色黒と聞いて、はっとした。おーい、千金口へえ、どちら様でこっちだ 穴の奥だよ。色黒にも効くかね。それはもう、一日で。ほほう,ほうと喜び、穴の奥からいざり出て。いや、お前は、うさぎ。ええ、うさぎには違いありませんが、私は男の薬売りです。ええ、もう三十何年間、この辺りをこうして売り歩いています。<laughs> と、タヌキは、ため息をついて首をかしげ。しかし、似たウサギもあるものだ。三十何年間。そうか、お前がねえ。いや、歳月の話はよそ、くそ面白くもない、しつっこいじゃないか。まあ、そんなわけのものさ。と、しどろもどろのごまかし方をして。ところで、俺にその薬を少し譲ってくれないか。 実はちょっと悩みのある身なのでな。おや、ひどいやけどですね。これはいけない。ほっておいたら死にますよ。いや俺はいっそ死にて。こんなんやけどなんかどうだっていいんだ。それよりも、俺は、今、その、要望の。何を言っていらっしゃるんです。生子の境じゃありませんか。いやあ、背中が一番ひどいですね。 一体これはどうしたのですそれがねえ。とタヌキは口を歪めて。パチパチのボーボー山とかいうキザな名前の山に踏み込んだばっかりにねえ。いやもう飛んだことになってね。驚きましたよ。ウサギは思わずクスクス笑ってしまった。タヌキはウサギがなぜ笑ったのかわからなかったが、 とにかく自分も一緒に、あはははと笑い。まったくねえ、バカバカしいったらありやしないのさ。お前にも忠告しておきますがね、あの山へだけは行っちゃいけないぜ。はじめ、カチカチ山というのがあって、それからいよいよ、パチパチのボーボー山ということになるんだが、あいつはいけない、ひでえことになっちゃう。まあいい加減に、カチカチ山あたりでごめんこむってくるんですな。 下手に坊々山などに踏み込んだが最後、核のごとき始末だ。あいててて。いいですか忠告しますよ。お前はまだ若いようだから、俺のような年寄りの弦は、いや、年寄りでもないが、とにかく、馬鹿にしないで、この友人の弦だけは尊重してくださいよ。何せ体験者の弦なのだから、あいてててて。ありがとうございます。気をつけましょう。 ところで、どうしましょう、お薬は。ご親切な忠告を聞かせていただいたお礼として、お薬代は頂戴いたしません。とにかく、その背中のやけどに塗ってあげましょう。ちょうどお利よく私が気合わせたからよかったようなものの、そうでもなかったら、あなたはもう、命を落とすようなことになったかもしれないのです。これも何かのお導きでしょう。縁ですね。縁。 かもしれねえ。と、タヌキは低くうめくように言い。ただなら塗ってもらおうか。俺もこのごろは貧乏でな。どうも女に惚れると金がかかっていけねえ。ついでにその公約を言ってき、俺の手のひらに乗せてみせてくれねえか。どうなさるのですウサギは不安そうな顔になった。いやはあ、なんでもねえ。 ただちょっと見たいんだよ。どんな色合いのものだかな。色は別に、他の公約と変わってもいませんよ。こんなものですが。と、ほんの少量をタヌキの差し出す手のひらに乗せてやる。タヌキは素早くそれを顔に塗ろうとしたのでウサギは驚き、そんなことでこの薬の正体が暴露してはかなわぬとタヌキの手を遮り。あ、それはいけません。 顔に塗るには、その薬は少し強すぎます。とんでもない。いやあ、話してくれ。たぬきは、今は破れかぶれになり。五章だから手を離せ。お前には、俺の気持ちがわからないんだ。俺は、この色黒のため、生まれて三十何年間、どのように味気ない思いをしてきたかわからない。話せ、手を離せ。五章だから塗らせてくれ。 ついにタヌキは、足を上げてウサギを蹴飛ばし、目にも止まらぬ速さで薬をぬたくり。少なくとも、俺の顔は、目鼻立ちは決して悪くないと思うんだ。ただ、この色黒のために気が引けていたんだ。もう大丈夫だ。うわっこれは、ひどいどうもヒリヒリする、強い薬だ。しかし、これくらいの強い薬でなければ、 俺の色黒は治らないような気もする。うわぁ、ひどい。しかし我慢するんだ。直期証明。今度あいつが俺と会った時、うっとり俺の顔に見とれて。うふふ。俺はもう、あいつが恋わずらいしたって知らないぞ。俺の責任じゃないからな。ああ、ひりひりする。この薬は、確かに効く。 さあ、もうこうなったら、背中にでもどこにでも体一面に塗ってくれ。俺は死んだって構わん。色白にさえなったら、死んだって構わんのだ。さあ、塗ってくれ。遠慮なく、ベタベタと異性よくやってくれ。誠に悲壮な光景になってきた。けれども、美しく高ぶった諸女の残忍性には限りがない。 ほとんどそれは悪魔に似ている。平然と立ち上がって、キのやけどに例の唐辛子を練ったものをこってりと塗る。キはたちまち七点抜刀して。うん。うーん、なんともない。この薬は、確かに効く。ああ、ひどい。水をくれ。ここはどこだ地獄か。 勘認してくれ、えー。俺は地獄へ落ちる覚えはねえんだ。俺は狸汁にされるのが嫌だったから、それでばあさんをやっつけたんだ。俺に戸がはねえのだ。俺は生まれて三十何年間、色が黒いばっかりに、女に一度ももてやしなかったんだ。それから俺は食欲が、 ああそのために、俺はどんなに決まりの悪い思いをしてきたか、誰も知りやしないのだ。俺は孤独だ。俺は善人だ。目鼻立ちは悪くないと思うんだ。と、苦しみのあまり哀れな上事を口走り、やがてぐったり失神のありさまとなる。しかし、 タヌキの不幸はまだ終わらぬ。作者の私でさえ、書きながらため息が出るくらいだ。おそらく、日本の歴史においても、これほど不審の後半生を送った者は、あまり例がないように思われる。タヌキ汁の運命から逃れて、やれ嬉しやと思う間もなく、ぼう,ぼう山で意味もない大やけどをして、九死に一生を得、はうようにしてどうやら我が子にたどり着き、 口を歪めて侵入していると、今度はその大やけどに、唐辛子をベタベタ塗られ、苦痛のあまり失神し、さてそれから、いよいよ泥船に乗せられ、川口固定に沈むのである。実に、何のいいところもない。これもまた、一種の助難に違いなかろうが、しかしそれにしても、あまりに野暮な助難である。粋なところが一つもない。 彼は穴の奥で、三日間は虫の息で、生きているのだか死んでいるのだか、それこそ全く有名の境をさまよい、四日目に猛烈の空腹感に襲われ、杖をついて穴からよろばい出て、何やらブツブツ言いながら、かなたこなた食い探して歩いているその姿の気の毒さと来たら、比類がなかった。しかし、根が骨太の頑丈な体であったから、 10日も経た,たぬうちに全開し、食欲は元のごとく旺盛で、色欲などもちょっと出てきて、よせばよいのに、またもやうさぎのいおりにのこのこ出かける。遊びに来ましたよふふふ。<laughs> と照れて、いやらしく笑う。あら、とうさぎは言い、ひどく露骨に嫌な顔をした。なんだあなたなの という気持ち。いや、それよりもひどい。なんだってまたやってきたのずうずうしいじゃないの。という気持ち。いや、それよりもなおひどい。ああ、たまらない薬病神が来た。という気持ち。いや、それよりももっとひどい。汚い臭い新ん前というような極度の嫌悪が、その時のウサギの顔にありありと見えているのに、しかし、とかく、招かれざる客というものは、 その訪問先の主人のこんな憎悪感に気づくこと、鼻だ疎いものである。これは実に不思議な心理だ。読者諸君も気をつけるがよい。あそこのうちへ行くのはどうも大義だ、窮屈だと思いながらしぶしぶ出かけて行くときには、案外そのうちで君たちの来訪を真から喜んでいるものである。それに反して、 ああ、あのうちはなんて気持ちの良い家だろう。ほとんど我が家同然だ。いや我が家以上に居心地が良い。我輩の唯一の憩いの巣だ。なんともあの家へ行くのは楽しみだ。などと、いい気分で出かけるうちについては、諸君は、まず大抵迷惑がられ、汚がられ、恐怖せられ、襖の陰に放棄など立てられているものである。 他人のうちに憩いの巣を期待するのが、そもそも馬カ者の証拠なのかもしれないが、とかくこの訪問ということにおいては、五人は驚くべき思い違いをしているものである。格別の用事でもない限り、どんな親しい身内のうちにでも、やたらに訪問などすべきものではないかもしれない。作者のこの忠告を疑う者は、タヌキを見よ。タヌキは、今明らかに、 この恐るべき錯誤を犯しているのだ。うさぎがあらと言い、そうして嫌な顔をしても、狸には一向に気がつかない。狸にはそのあらという叫びも、狸の不意の訪問に驚き、かつは気絶して、おのずから発せられた諸女の無邪気な声のごとくに思われ、続々嬉しく、また、うさぎの眉を潜めた表情をも、 これは自分の先日の坊坊山の災難に心を痛めているのに違いないと返し。いやあ、ありがとう。と、お見舞いも何も言われぬくせにこちらからお礼を述べ。心配無用だよ。もう大丈夫だ。俺には神様がついているんだ。運がいいのだ。あんな坊坊山なんてへのかっぱさ。かっぱの肉はうまいそうで、 何とかしてそのうち食べてみようと思っているんだがね。それは余談だが、しかしあの時は驚いたよ。何せどうも大変な火星だったからね。お前の方はどうだったね。別に怪我もない様子だが、よくあの日の中を無事で逃げて来られたね。無事でもないわよ。とうさぎはツンと拗ねて見せて。あなたったらひどいじゃないの。 あの大変な火事場に私一人を置いてどんどん逃げていってしまうんだもの。私は煙にむせてもう少しで死ぬところだったのよ。私はあなたを恨んだわ。やっぱりあんな時につい本心というものが現れるものらしいのね。私にはもうあなたの本心というものが今度はっきりわかったわ。すまねえ。勘忍してくれ。 実は俺もひどい火けをして、俺にはひょっとしたら、神様も何もついていねえのかもしれない。散々の目に遭っちゃったんだ。お前はどうなったか、決してそれを忘れていたわけじゃなかったんだが、何せどうも、たちまち俺の背中が熱くなって、お前を助けに行く暇も何もなかったんだよ。わかってくれねえかな俺は決して不実な男じゃねえのだ。 やけどってやつも、なかなか馬鹿にできねえものだぜ。それに、あの、千金甲とか、千気甲とか、あいつはいけない。いやもうひどい薬だ。色黒にも何も聞きやしない。色黒いや、なに。ドロリとした黒い薬でね。こいつは強い薬なんだ。お前によく似た小さい奇妙な野郎が、薬代はいらねえと言うから、 俺もつい物は試しだと思って塗ってもらうことにしたのだが、いやはやどうも、ただの薬ってのは、あれはお前気をつけた方がいいぜ。油断も何もなりやしね。俺はもう頭のてっぺんからキリキリと小さい竜巻が立ち上ったような気がして、どうとばかりに倒れたんだ。ふん。と、うさぎは軽蔑し、自業自得じゃないの。ケチンボだから罰が当たったんだわ。 ただの薬だから試してみたなんて、よくもまあそんな下品なことを恥ずかしくもなく言えたものね。ひでえことを言う。とタヌキは低い声で言い、けれども別段何も感じないらしく、ただもう好きな人のそばにいるという幸福感にぬくぬくと温まっている様子で、どっしりと腰を落ち着け、死魚のように濁った目であたりを見回し、小虫を拾って食べたりしながら、 しかし、俺は運のいい男だな。どんな目にあっても死にやしない。神様がついているのかもしれねえ。お前も無事でよかったが、俺も何ということもなくやけどが治って、こうしてまた二人でのんびり話ができるんだものな。ああ、まるで夢のようだ。うさぎはもうさっきから、早く帰ってもらいたくてたまらなかった。嫌で嫌で死にそうな気持ち。 何とかして、この自分のいおりの付近から去ってもらいたくて、またもや悪魔的の一景を暗出する。ねえ、あなたは、この河口湖に、そりゃ美味しい船がうようよしていることをご存じ知らんねえ。ほんとかねえ。と、タヌキは、たちまち目を輝かして、俺が三つの時、 お袋がナを一匹取ってきて俺に食べさせてくれたことがあったけれども、あれは美味しい。俺はどうも不器用というわけではないが、決してそういうわけではないが、ナなんて水の中のものを捉えることができねえので、どうもあいつは美味しいということだけは知っていながら、それ以来三十何年間、いや、<laughs> つい兄の口真似をしちゃった。兄もナは好きでな。 そうですかねえ。と、うさぎは、上の空で合図を打ち。私はどうも、船など食べたくもないけれど、でもあなたがそんなにお好きなのならば、これから一緒に取りに行ってあげてもいいわよ。そうかい。と、タヌキはホクホクして。でも、あの船ってやつは素早いもんでな。俺はあいつを捕らえようとして、 もう少しで土左衛門になりかけたことがあるけれども。と、つい自分の過去の失態を告白し、お前に何かいい方法があるのかね。網ですくったらわけはないわ。あの宇賀島の岸に、この頃とても大きい船が集まっているのよ。ね、行きましょう。あなた船は焦げるのうーん。 かすかなため息をついて、焦げないこともないがね、その気になりゃ、なにと、苦しいほらを吹いた。焦げるのと、うさぎは、それがほらだということを知っていながら、わざと信じたふりをして。じゃあちょうどいいわ。私にはね、小さい船が一層あるけど、 あんまり小さすぎて私たち二人は乗れないの。それに何せ薄い板切れでいい加減に作った船だから水が染み込んできて危ないのよ。でも私なんかどうなったってあなたの身にもしものことがあってはいけないからあなたの船をこれから二人で一緒に力を合わせて作りましょうよ。板切れの船は危ないからもっと頑丈に泥をこねって作りましょうよ。 すまねえなあ。俺はもう泣くぜ。泣かしてくれ。俺はどうしてこんなに涙もろいか。と言って嘘泣きをしながら。ついでに、お前一人でその頑丈ないい船を作ってくれないか。な、頼むよ。と、ぬからず横着な申し出をして。俺は恩に着るぜ。お前がその俺の頑丈な船を作ってくれている間に、 俺はちょっとお弁当をこさえよう。俺はきっと立派な炊事係になれるだろうと思うんだ。そうね。とうさぎは、このタヌキの勝手な意見をも信じたふりして素直に頷く。そうしてタヌキは、ああ、世の中なんて甘いもんだとほくそ笑む。この間一発において、タヌキの悲運は決定せられた。 自分のでたらめを何でも信じてくれるものの胸中には、しばしば何かの恐るべき悪形が造せられているものだということを、うぐのきは知らなかった。調子がいいぞとニヤニヤしている。二人は揃って湖畔に出る。白い河口湖には波一つない。うさぎは早速泥をこねて、いわゆる頑丈な、いい船の製作に取りかかり、狸は、 すまねえすまねえと言いながら、あちこち飛び回って、もっぱら自分のお弁当の内容調合に不審し、夕風がかすかに吹き起こって、湖面いっぱいに小さい波が立ってきた頃、粘土の小さい船が、つやつやと鋼鉄色に輝いて浸水した。うん悪くないとタヌキははしゃいで、石油管ぐらいの大きさの 例のお弁当箱をまず船に積み込み、お前はしかし随分器用な娘だね。瞬く間にこんな綺麗な船一層作り上げてしまうのだからね。神業だ。と、歯の浮くような見えすいたお世辞を言い、このような器用な働き者を女房にしたら、あるいは俺は女房の働きによって遊んでいながら贅沢ができるかもしれない、などと、 色気の他に今はムラムラ欲けさえ出てきていよいよこれは何としてもこの女にくっついて一生離れぬことだとひそかに覚悟の保存を固めてよいしょと泥の船に乗りお前はきっと船を漕ぐのも上手だろうね俺だって船の漕ぎ方くらい知らないわけではまさかそんな知らないというわけでは決してないんだが今日は一つ 我が女房のお手並みを拝見したい。嫌に言葉遣いがずうずうしくなってきた。俺も昔は船のこぎ方にかけては名人とかまたは達者とか言われたものだが、今日はまあ寝転んで拝見ということにしようかな。構わないから、俺の船のへさきをお前の船のともに祝えつけておくれ。船も仲良くぴったりくっついて、 死なばもろっとも見捨てちゃ嫌よ。などと、いやらしく、気ざったらしいことを言って、ぐったり泥船の底に寝そべる。うさぎは、船を祝えつけよと言われて、さてはこの馬鹿も何か感づいたかなとぎょっとして、タヌキの顔つきを盗み見たが、なんのことはない。タヌキは、鼻の下を長くしてニヤニヤ笑いながら、もはや夢路をたどっている。 船が取れたら起こしてくれ。あいつはうめえからなあ。俺は三十七だよ。などと、バカな寝言を言っている。うさぎはふんと笑って、タヌキの泥船をうさぎの船につないで、それから貝で、パチャと水の表を打つ。するすると、二層の船は岸を離れる。宇が島の松林は、夕日を浴びて火事のようだ。 ここでちょっと作者は物知りぶるが、この島の松林を射精して図案化したのが、タバコの四季島の箱に書かれてあるあれだという話だ。確かな人から聞いたのだから、読者も信じて損はなかろう。もっとも、今はもう四季島なんてタバコはなくなっているから、若い読者には何の興味もない話である。つまらない知識を振り回したものだ。とかく知ったかぶりは、 このような馬鹿らしい結果に終わる。まあ、生まれて三十何年以上にもなる読者だけが、ああ、あの松かと、芸者遊びの記憶なんかと一緒にぼんやり思い出して、つまらなそうな顔をするくらいが関の山であろうか。さて、うさぎは、その宇が島の夕景をうっとり冒険して、おいい景色、とつぶやく。 これはいかにも機械である。どんな極悪人でも自分がこれから残虐の犯罪を行おうというその直前において、山水の美にうっとり見とれるほどの余裕なんてないように思われるが、しかし、この16歳の美しい処女は目を細めて島の幽景を干渉している。誠に無邪気と悪魔とは神一重である。 苦労を知らぬわがままな処女のヘドが出るような気ざったらしい死体に対して、ああ、青春は純真だ、なんて言って推薦している男たちは気をつけるがよい。その人たちの、いわゆる青春の純真とかいうものは、しばしば、このうさぎの霊におけるがごとく、その胸中に、殺意と闘衰が隣り合わせて住んでいても平然たる、何が何やらわからぬ、 官能のごちゃ混ぜの乱舞である。危険この上ないビールの泡だ。皮膚感覚が倫理を覆っている状態。これを低能、あるいは悪魔という。一頃世界中に流行したアメリカ映画。あれには、こんないわゆる、純真なオスやメスがたくさん出てきて、皮膚感触をもてやまして、くすぐったげにちょこまか、バネ仕掛けのごとく動き回っていた。 別にこじつけるわけではないが、いわゆる青春の純真というものの元祖は、あるいはアメリカあたりにあったのではなかろうかと思われるくらいだ。スキーで乱乱とかいう類である。そうしてその裏で、ひどく愚劣な犯罪を平気で行っている。低能でなければ悪魔である。あいや、 悪魔というものは元来、低能なのかもしれない。小柄でほっそりして、手足がキャシャで、かの月の女神、アルテミスにも比較せられた16歳の処女のうさぎも、ここにおいて一挙に、すこぶる興味索然たる、つまらぬものになってしまった。低能かい。それじゃあしようがないね。えと、足元に、 奇妙なわが,が親愛なる、思考して、甚だ純真ならざる37歳の男性、たぬきくんの悲鳴である。水だ、水だ、これはいかん。うるさいわね。泥の船だもの、どうせ沈むわ。わからなかったのわからん。理解に苦しむ。筋道が立たぬ。それはご無理というものだ。お前はまさかこの俺を。 いや、まさか、そんな鬼のような。いやー、まるでわからん。お前は俺の女房じゃないか。いやー、沈む。少なくとも、沈むということだけは完全の真実だ。冗談にしたって悪度すぎる。これは、ほとんど暴力だ。いやー、沈む。おい、お前、どうしてくれるんだ。お弁当が無駄になるじゃないか。このお弁当箱には、 イタチの糞でまぶしたミミズのマカロニなんか入っているのだ。惜しいじゃないか。あお。ああ、とうとう水を飲んじゃった。おい、頼む。人の悪い冗談はいい加減によせ。おいおい、そのツなを切っちゃいかん。死なばもろとも夫婦は偽。切っても切れねえ、絵にしの友綱。あ、いけねえ。 助けてくれ俺は泳ぎができねえのだ白状する昔は少し泳げたのだが、たぬきも37になると、あちこちの筋が固くなって、とても泳げやしないのだ白状する俺は37なんだお前とは実際、年が違いすぎるのだ年よりを大事にしろ敬老の心がけを忘れるなあ、ん、あ、お前は、いい子だな、いい子だからそのお前の持っている貝を、 こっちへ、差し伸べておくれ。俺はそれに捕まって。あ、いえ、いたいたたた、何をするんだ、痛いじゃないか。いで俺の頭を殴りやがって。よーし、そうか、わかった。お前は俺を殺す気だな。それでわかったー。と、タヌキも、その死の直前に至って、初めてウサギの悪計を見抜いたが、すでに遅かった。ポカン、ポカンと、無慈悲の貝が頭上に降る。 タヌキは夕日にキラキラ輝く湖面に浮きつ沈みつ。あいたたたたたたひどいじゃないか。俺はお前にどんな悪いことをしたのだ。惚れたが悪いか。<laughs> と言ってぐっと沈んでそれっきり。うさぎは顔を拭いて。ああ、ひどい汗。と言った。 ところでこれは、公職の戒めとでもいうものであろうか。16歳の美しい処女には近寄るなという親切な忠告を匂わせた滑稽物語でもあろうか。あるいはまた、気に入ったからとて、あまりしつこくお伺いしては、ついには極度に剣をせられ、殺害せられるほどのひどい目に遭うから節度を守れ、という礼儀作法の教科書でもあろうか。 あるいはまた、道徳の善悪よりも、感覚の好き嫌いによって、世の中の人たちは、その日常生活において互いに罵り、または罰し、または召し、または服しているものだということを暗示している笑い話であろうか。いやいや、そのように評論家的な結論に焦燥せずとも、タヌキの死ぬる今はの際の一言にだけ留意しておいたら、いいのではあるまいか。 曰く、惚れたが悪いか。古来、世界中の文芸の愛話の主題はいつにここにかかっていると言っても過言ではあるまい。女性にはすべてこの無慈悲なうさぎが一匹住んでいるし、男性にはあの善良なタヌキがいつも溺れかかってあがいている。作者のそれこそ三十何年来の すこぶる不審の経歴に調してみても、それは、明明白くであった。おそらくはまた、君においても。攻略。ここで、朗読ノートサポーターズの皆様のご紹介です。このチャンネルは、青シャチ様、明美様、悦子77歳様。 ガチャマルコ様、クルクリ様、シキ様、ジュジュ様、シンシン様、ムサシマル様、ミツハシ様、ヨウ様、その他4名様の提供でお送りしております。クレジット表記はニックネームでも可能です。朗読ノートのコミュニティにご登録後、こちらからクレジット表記をお伺いの連絡をしております。 登録したけれど名前が反映されていないという方はキャンプファイーからのご連絡をご確認ください。朗読ノートサポーターズについては動画概要欄のクラウドファンディングのご案内からご確認いただけます。今回もご視聴ありがとうございました。